日本はまだブラジルに自力で勝てばワンチャン、まだベスト8進出が可能なので、グループ A、グループ B、グループ C の上位2チームはそのまま、上がるんだけど、それだと6チームしか選ばれなくて、あと2チーム必要なんだよね。だ残された、6チームの中の得失点差で上だった2チームが2国が、ベスト8に選出できるということで、全然試合関係ないんですけど、ブラジルに勝てそうですか？俺は勝てると思ってるけど、ああいうチーム日本苦手だろうなっていうのは、まあいろんな人言うけど、俺もそこは同意で、フランス相手の方が隙がすごいあったから、実力差以上に相性っていうところが、個人的に日本がフランスに勝ちやすいっていう話につながるんだけど、ブラジルは隙があるっていうよりも粗さがあるだけで、なんかチームとしてのバイタリティとか、なんかこう熱量みたいなのは正味フランスよりも上なような気がして、ああいうなんか機動力重視でみんなでフルスロットルにディフェンスしてくるようなチームはちょっと日本あたふたする可能性あるなとか個人的には思ってるから、相性的には良くないのかなっていう気はする。ただシンプルにどっちが強いかで言うと、俺は日本の方が強いと思ってるから、シンプルに日本が一番日本代表を過小評価してるような気がしてて、日本のバスケットめっちゃなんだろう、すごく効率のいいバスケットできてるから、あと1ピリ全ていいじゃん今んとこ。そのドイツ戦も1ピリめっちゃ良かったし、フランス戦も1ピリめっちゃ良かったじゃん。やっぱチームのその良し悪しって結構1ピリのなんだろう質で評価できると思ってて、3ピリ4ピリって個の力が強ければチーム全体で微妙でも、各々がこう徐々にヒートアップして体温まって勝手に調子良くなってくるから、どっちかってやっぱ1ピリのその入りでみんな集中できてるかどうかとか、すげえシュート入るじゃん日本代表って。1ピリはね、それってそのチームとしてはすごくパフォーマンスもいいし、ホーバースがそういう状況を作り上げてるっていう風にも言えると思うから、全然ブラジルよりいいチームだと思うんだよね。ブラジル戦富永出るんかな。いや、ここまで来るとどうなんだろうな、出なさそうな気もするけど、ただ今までで一番スモールの相手だから、フランスもゴベアウェンバヤマでしょ、でドイツもダニエル・タイス・フォークトマンとかモー・ワグナーじゃん。ツインタワーがお互い当たり前だった、お互いっていうかドイツもフランスもそれが普通だったところから、その4番の選手もワンチャンスモールウィングが使われる時あるみたいな、そのぐらいで5番の選手もでかくて2メートル6ぐらいみたいな、川俣と同じぐらいか川俣よりちょっとでかいぐらいかみたいな、でいわゆるその機動力をメインにディフェンスしてくるチームだと俺は思ってるから、そうなるとちょっと日本の一番得意なピックアンドロール、ピックアンドポッププラスアルファ八村のワンオンワンっていうのが、今まではミスマッチだったよね。例えばドイツ相手でも八村 vs ダニエル・タイスとか全然平気だったじゃん。なぜなら相手がツインタワーやってくるから、どうしても誰か一人が八村使わなきゃいけなくなるよね。だフランスも同じで、ウェンバーヤマが八村使わなくちゃいけなくてみたいな、だそういう意味でミスマッチの状態でこう攻めることが今までできてたけど、それがブラジル相手になるとそのマッチアップメイキングがちょっと難しくなるから、ってなるとじゃあどうやって崩すかっつったら、やっぱオフボールスクリーンを多用してコミュニケーションミスを生ませて、要は相手スイッチめっちゃしてくるってことだから、スイッチの弱点のコミュニケーションミスを狙うにはやっぱ一番ランニングシューターっていう存在が大事になるかなっていう。で日本のランニングシューター誰かっつったら富永だから、そういう意味では富永はキープレイヤーになるかなとは思うけど、そんなことよりもこの2試合ほぼ試合に出てないっていう、もう試合感に対する信頼のなさというか、ね、いきなり試合に、例えばさ、今日のアメリカもテイタムいきなりスタメンで使ったけど、じゃあ今日テイタム良かったかって言われたら別に大したことなかったと思うんだよね。だからそれが怖いよね。
そのはオリンピックの試合を経験してないっていうその状態で出して果たしてすぐにシュートタッチ取り戻してくれるのかみたいな。だそこで今天秤にかけてると思う。相手のスイッチディフェンスに対応するためには富永みたいな選手は必要けど、試合出さなすぎて3試合目で急に出していいものなのかっていう。富永にコーナー3打たせることはしないのかな。まあそれもありだったんじゃない。まあでもコーナー3だったらやっぱ渡辺雄太よしを信じたいし、ランニングさせないんだったらやっぱディフェンス力がある選手を優先するのはまあ自然なのかなっていう気がするけどね。ブラジルのスタメン予想ごめん全然選手の名前すら知らん。カボクロぐらいしか知らん。カボクロはスタメン確定なんじゃない。あと9番の選手もいい選手だね。あでも14番の選手が俺あんまりだったかな。ブラジルの14番結構穴な気がするんだよな。 NBA で言ったら誰だろうな。なんかデイミオン・リーみたいな。誰だっけ。そうでもねやっぱデイミオン・リーってあのフィニッシュ力あんまないんだよ。あのシューターとして3の能力が高いんだけど、でランニングもできるんだけど、けどデイミオン・リーも結構ドライブするときは従ってでフィニッシュまで行くんだけどレイアップ外してみたいな。なんかあのブラジルの14番のシューターもなんかそんな感じがする。メインデルっていう人なのかな。だからブラジルは結構その選手次第、その選手になんかホーキンソンがレイアップやられちゃうとかだったらちょっと困っちゃうなって感じだけど、俺結構あそこでレイアップ何回か外してくれて、うん、トランジション日本が出せて八村がトランジション3決めてみたいな。メインデルはアルバルク東京でエースやって。あそうなんだ。 B リーグの選手だったんだね。へえ。ワールドカップじゃないオリンピックの最終予選はメインデルがめっちゃ当たったらしい。いや3はだからめっちゃ良さそう。あの1回ドイツ戦もね4ポイントプレーファールもらいながら3決めてたりもあったから、3気持ちよく打たれたら厄介だなとは思うけど、メインデルがエースではないんじゃないかな。まあ割とうん序列は高そうだけど、やっぱカボクロなんじゃない。一番止めないとまずいのはカボクロなんじゃない。違うんかな。点差つけるために何します。あまず八村が退場しない。最後クラッチタイムで河村だけが攻める時間帯にならないようにする。普通にやれたら勝てるよ大丈夫。けどフランス戦は普通なことが起きなかったからマジ異常事態が発生しまくったから負けちゃったけど、普通に戦えてたら普通に日本が勝ててたと思うし、それはブラジルも同様かな。まあ、ただプレッシャーは強くなるから、そうやね、プレッシャーリリースをしっかりしなきゃいけないと。だから、まあ、強いて言うならエントリーがちゃんとできるかどうか。いやまあ普通にバスケするの大変なんだけどね。ただにしてもじゃない、にしても異常事態いやそんなん誰も予想できないってみたいな。ブラジル戦現地11時。そうだから朝7時のバスに乗らなきゃいけないから、まあ、家朝の6時ぐらいに出るんじゃない。であっち朝の10時に着いて、いやそっからもう一回電車乗んなきゃいけないから結局着くのが多分10時半とかなんだよね。もうちょい本当は早く着きたかったんだけど、あの電車とバスがそれより早い時間もうなくて、もしなんかバスが遅延とかしたらワンチャン、うん、見るの遅れちゃうかもしれない。フランス戦のスリーポイント日本結構上振れ。俺はそうは思ってないかな。あの1ピリで3ポイントめっちゃ入るときは、まあ、上振れもこれね人によって定義違うような気がするけど、あのたまたまっていう意味での上振れだったらたまたまではないと思う。ただ実力以上のパーセンテージが出たっていう意味で言うと上振れだと思う。だどっちの意味で上振れって言ってるか分かんないけど、たまたまではないと思う。あれはもうあのホーバースさんの、うん、チームビルディングの賜物だと思いますね。あのコーチングのおかげで実力以上のパーセンテージを選手らが自分たちの、まあ、すごい矛盾してるけど実力以上のパーセンテージが選手たちの実力で出せた。